道の駅大ボケは、徳島県三好市山城町上名にある国道32号の道の駅である。博物館及び観光案内施設として1996年に開業したラピス大ボケを、施設はほぼそのままに2008年8月8日に道の駅として登録したものである。2010年、同施設内に妖怪屋敷がオープン。ラピス大ボケの施設が、 道の駅の登録要件をほぼ満たしていたため、登録にあたって特に大規模な改修は行われていない。ラピス大ボケは岩石にまつわる博物館及び観光案内施設の複合施設である。運営は第三セクターの株式会社山城振興が行っている。と、福島88系に選定。名称の由来はラテン語で石を意味するラピスより、 館内には、山名含む、歴変岩や宝石などの岩石や鉱物及び、妖怪にちなんだ展示を行う、石の博物館のほか、観光案内、特産品やアクセサリーの販売、無料の足湯などがある。施設の利用が伸び悩んだため、後に、三好市に、寄り道の駅をおぼけとして登録された。2010年、東館併設の妖怪屋敷がオープンした。 三吉市山城町は粉木寺伝説発祥の地とされ、2008年には世界妖怪協会より全国に例目の会遺産に認定されている。館内には巨大ンマ大王など約70体の妖怪が展示されている。重点、道の駅の選定について。国土交通省。2015年3月14日閲覧。重点、道の駅候補全49カ所の選定について。 国土交通省、2015年3月14日閲覧。国、県指定天然記念物3名含む、歴変岩徳島県環境市と過去、平野など同地に伝わる妖怪伝承にちなむ。なお、これらの伝承は、武田明が1934年に周辺を調査して書き残している。交通案内から、道の駅、大ボケ道の駅大ボケ、 ラピス大ボケ三好市観光サイトラピス大ボケに関するカテゴリーありがとうございます。